リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリンドです。ごめんね、急に声出して、今急に声出してながら事故って言ったね。ごめんごめん。前回山椒魚のねご飯のお話をしてたと思うんですよ。で、今日そのご飯またあげていて、プラスちょっとケージのメンテナンスをしていたので動画にしてみました。山椒魚のことでね、疑問に思う方っていう方も結構いて、どういう飼育環境なんですかっていうのもちょっと聞かれたので、出来上がった飼育環境っていうのをね見ていこうかなと思います。で、今洗っているので中身何もないです。で、まずその何もない状況を出していきましょうと思いまして、こんな感じ。中はですね、100均によくあるなんかプニプニのなんかシートをね引いて、で、下にもそのプニプニのシートを引いて、で、どうしても水がね、垂れてくるんで、ここに水は溜まっちゃうんで、この溜まった水がね、流れていくのを防止するために、こういう風にやると、揺らすとね、水がバケツに溜まるようになってます。で、まあ、このバケツに水溜めといて、で、基本的にこのバケツは、なんだろう、他の子たち、水入れとかね、食器とかが洗わなきゃならないんで、洗うときにこのバケツにそのままバンって入れて洗って、またここにバケツ戻してみたいな感じになってます。どうしてもね、水がこうやって溜まっちゃって、で、これ抜いてね、ここから水をっていうのもできるんだけど、溜まってる水をねグッてやって勝手に落ちていった方が私的に楽だなと思って、これね、ゆっくり出さないとね、もうこの出す時点でびちょびちょになるの、っていう状態です。で、中どうなってるのかより見ると、あそこにファンがねあるんですよ。あのファンの部分と上にね、実は一応ライトがねつくんですけど、赤いライトなんで、ちょっとなんか私的に不気味なんで、このライトは使ってません。で、これはAmazon で買っている、LED のライトをワインセラーのねこういうやつにくっつけて、で、その上に私はレオパゲルをね、レオパゲルは要冷蔵なので、ここで冷蔵してます。っていう状態で。で、もう完全にこのケージ内丸々、イモリと山椒魚にあげてて、もうケージっていうかワインセラーなんだけど、ワインセラー自体を、もう丸々この山椒魚とイモリにあげてるんで、こうパターンと閉めれば、脱走はできない状態ですね。まあ、こんな隙間から脱走は、ないです。今のところ脱走したこともないですね、見ててね。はい、っていう状態です。はい、もう完全に。で、あそこに1個だけ葉っぱを穴にぶっ刺してるだけね。これは増加です。はい、あとはケージのレイアウトに使っているものが、この辺に流木だとか、これね、わらじを一時期開けてる時にこの中にわらじ入れて、わらじが逃げ出さないように、ここまでだったらわらじ登ってこれないので作ってたんですけど、最近わらじもちょっと食べてくれないんで、あんまりこの餌入れも使ってないな。これあれです、100均に売ってたカップに、これはね普通のキャップ、大きめのキャップの上に、これはねあれだ、ネイルとかで使う何ペラペラのやつ、あれなんて言ったらいいのかな、フレークか、フレークが入ってるケースを半分に切って、その中をくり抜いてって感じですね。これにしとくとね、こっからわらじが逃げ出さなかったんですけど、最近わらじをそもそも食べてくれないっていう謎で、光クレスト、今さっきあげてたんで、それと、あとはその辺のケージのレイアウトに使ってるものが置いてありますね。で、今山椒たち何してるかっていうと、リビングのテーブルの上の方で餌を食べてもらってます。こんな感じで、結構赤虫はもう食べてなくなってるね。で、山椒魚も最近ちゃんと、そう、人工的にね、この前の動画であげたんですけれども、あげた時よりはね、いい感じ。イモリたちはブクブクだね、食べましたって体してるもんな。わかる。ああ、ごめんごめん。おとなしくないね、君はね。この子は、
尻尾が長いからカルちゃんだね、うん、カルちゃんブックブックだね。ちょっとお腹の方いいかい。うん、ブックブックだね。はい、ありがとう。でこっちがロウくんですね。尻尾の短い方。あ、ごめん、嫌だよね。人間の体温嫌だよね。あ、ごめん。本当にごめんなさい。ちょっとあんまりでも暴れないで。よいしょ、こんな感じ。尻尾が短くて太い。はい、ロウくんです。君も割と、ちょっとお腹見して。でも問題なしだね、ブクブクだね。でね、山椒もね、ちゃんと食べてきたのか、この間よりどうですか、太くなりましたよね。この間もっと細かったんだけど、この間より良くなりましたね、エゾ山椒も。ちょっとこの子は自分から食べそうな気配がやっぱりなくて、ちょっとあの絵面は残酷なんですけれども、口無理やり開けて食べさせるようにしてます。でだんだんね、自分で覚えてその味を、で、あの自分でね捕食してくれればいいんですけれども、うん、まだ捕食してくれてないね。結構食ったな。結構思いっきり今回もちょっとキャット入れたんだけど、結構キャットなくなってるね。食べたね。多分ね、イモリは食べてるんだよ。でも山椒はね食べてないの。黒くんね、黒くんもうちょっと食べてほしいな。まあとりあえずもうちょっとだけ放置しておきます。で今ちょうど洗っている最中だったんですけれども、これが基本のメインのケージのところになりますね。よいしょ、ほいっと、よいしょ、よいしょ。これは今のあれです、サバンナモニターのお肉を入れてたやつがお肉なくなっちゃったんで、新しいお肉入れないかなと思ってって感じです。であとはここのお水の中を少しだけ洗って、あーやばい、片手でやるからよ。あー砂が、でもこれもう砂いらないんだよな。砂捨てちゃうか、いい機会だし。そう、砂いらないなと思ってたんですよね。あんまり意味なしてなくて、砂とかね、砂全部捨てちゃうか今回。あと片手でやるもんじゃねえな。ああ、そっちの砂利が落ちるのは話が違うよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほら、片手でやるからさ、ダメよね。で、このケージのレイアウトを見て疑問に思われる方がね、ちょこっとだけいると思うんだけど、この角の、この掃除は後でやる。あの、ちょっと排水口の掃除と合わせて、あの、洗面台の掃除は後でやる。基本的に。ただ後でやるんだけど、とりあえず、あの、つけ置き。キッチンアワハイターで、基本的につけ置きだけしておいて、後でやる。後でやる。OK。ね、そう、疑問に思うと思うんだけど、これね、ただ、私が好きで置いただけ。たまにここからね、顔出してるのがね、可愛かったの。もともとこれね、こういう、玉砂利っていうのかな。この砂利入れないで、水がね、中に張るようになってたんだけど、なんでね、水がさ、この漏れてって、水位が下がるから、どうしても。で、これ、あの、鉢植えだから、下から水が漏れちゃうんだよね。だから、どうせ水が漏れちゃうから、砂利にして乗っかってこっから顔出してたら可愛いなと思ってそのまま入れてるって感じで、あとはコケリウムのコケがこういう感じでねあって、横もこんな感じ。あ、ちょっと取れた葉っぱがある。
成長してるねこの子結構、うん、ちゃんと伸びてるわ。で下にはね、なんだっけ、あの丸石みたいななんか石と、あとなんだっけな、苔をくっつきやすくするための砂をね、砂だったかな、なんかを入れてます。だからこれの苔の下にそういうのがついている状態になってます。私が今使ってる苔の中で苔が一番ちゃんと成長してて好きなのはここの苔だね。ここの苔とここの苔がすごい綺麗に成長してる。ここがねちょっと枯れ気味かなとか思いながら見てるのも、枯れてるんじゃなくてね、ちょっと色濃いんだね、こことここが。ここがね薄めですごい綺麗な苔。ここもいい苔だね。うん、あのうちのモノじゃない、クロ、モノちゃんはちょっととあるところで行ってしまったのであれなんですけど、あのクロはここにいるのが好きですね、この下のところが。あとはここに水を少しだけ入れて戻すって感じですね。で人によってはカルキ抜きとかしないのって言われる方もいると思うんですけど、うちはカルキ抜き最初してましたけど今はしてないですね。あのカルキ抜きしなくても問題がなかったので、これは私の家庭のみにはなりますけれども、カルキ抜きしてません。はい、あの心配になる方はカルキ抜きすると良いでしょう。体調に何か変化が起きていないので私はカルキ抜きしてません。でまずこんな感じで入れてあげて、で、これ人工芝なんですけど、ここをね人工芝でちょっと間合いを取って、でここにねこの違う苔の棚を入れて、でここの苔にはちょっと水がねいい感じになるくらいに入れて、奥にもちょこっとだけで、最近一応ここにね切った竹を入れてて、たまにここをシェルターとしてね遊ぶんですけど、これいるのかなって最近になってます。この竹いらねんじゃねって若干思うけど、まあでもなんかおしゃれだしと思って、あとはここにはまるようにこんな感じでね流木、流木、そしてここにねちょっと隙間あるでしょ、ここにちょっとだけ穴、この穴に合わせてフィットして、はい流木、そして本当はこの餌場をねここにこういう感じでねスッと置けるようになってるんですけども、最近使ってないのでこれは一旦回収、餌入れの中に一緒に入れておきます。多分使わない、使ってない。で最後にこの大きな流木、これ3個ぐらいの流木をくっつけたやつなんですけど、ここら辺グルーガンでね、ここもグルーガン でそこになんかこのシダ植物みたいなのを、シダ植物とかあのメタセコイアとかその辺のね植物っぽい葉っぱを置いて、これで完成です。でサンショウウオちゃんたちもう多分あれご飯食べないと思うので戻しましょうか。よいしょ、キャットを、キャットを戻しとくか。君たちご飯はまだよ、あるでしょ自分たちのご飯、出てくるのいいけど。どうした、こんな早く出てくるの珍しいね。そこにご飯あるでしょ。いや、ない。あ、ごめん。ないじゃん、もう。後で入れるわ。ごめんね。あると思ってた。勘違いだ。君はあるから食ってるね。こっちも問題なし。こっちも問題なし。あんたは腹減ってもう食べちゃったの？でもな、あんたお腹出てきてんだよな、最近。これ。これ。あんたちょっとお腹出てきてるんだよな。ちょっと太ったんだよな。ご飯量減らさないと。やっぱり夜までなし。昨日の夜の分食べたんでしょ、夜までなし、太っちゃうと大変だから。うん、それは私の方でコントロールしてやんないと、あんたがメタボリックになっちゃう、メタボリックになるといろんな治療が大変になっちゃうからね。
あの今日の夜ちゃんと与えるから。お水は入ってるんでしょ。うん、入ってるね。水だけで我慢し、夜までなんとかなるでしょ。はい、ごめんなさい、はるくんとの会話でした。はるくん、あのまま行くと太っちゃう。あんなに食べるのはびっくりだぜ。よいしょ。では全員戻していこう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。山椒もちゃんと人工的に食べさせたら戻ったね。うん、この間の映像の時に比べたら戻ったね。この間の映像の時、ここ細かったの見たら分かる人は分かると思うんだけど、ちゃんとやっぱり人工的に与えて正解だったな。うん、ちょっと残酷だとは思ったのであれだったんですけど、いや、ちゃんと食ってくれるなら、あのちょっとでも残酷というか痛々しく見えてもね、私が我慢しながらその子のためを思ってやってあげれば大丈夫でしょう。まず食べてもらわないことにはね、あれなんでも人工的にでもちょっと食ってもらいます。他は人工的にやんなくても食いそうだからあれだけど、ちょっと山椒だけは人工的にちょいちょい食わしていくかな。その方がいいわ。体調戻ったもんね、あれね。あれ戻ってるでしょ絶対。ちょっともう一回見して。ごめんね、あんまり触られるの好きじゃないと思うけど、どうですかね、前の動画見てくださっている方の見解として。太ったよねちょっとね。おそらくこの動画ね、連続で上がってはいると思うんだけど、撮った日は別々っていうか、結構時間あの空いてると思います。あの空いてるとっていうか、これ撮ってるのがあの動画の4日後に撮ってるんで、ただ動画自体はそれまでのストックがちょっと私の方でないので、多分連日で上がってるはずだけど、この状況でいけばこれは体調戻ったね。体調戻ってくれていればそれで全然私はいいです。どういう状況、かっこいいねそれ。はい、こんな感じですね。で、特にこの形状はね、危ない部分は特になくって、あの上に行っても全然問題ないし、隙間にはまったりっていうところもないような作りになっていて、隙間もこうやってね、あのこのプニプニで押さえてますから、隙間にも入んないんですよ実はね。そういうのも計算して作っている状態なので、基本的に危ない部分はないかなと私は思いながら育てております。上に行ってもね、特になんかないですし、ただこいつらすごいことにね、普通にお湯で壁登るからね。あいつ今壁を登ろうとしてるね。そう、でもあそこのさ、あの白いところから顔出すと可愛いっしょ。私ね、あれが可愛くて仕方ないんですよ。こっちはなんか上向いてなんかしてる。まあそんな感じでございます。はい、ということでね、本日は山椒の方の生地のね、レイアウトだったりとか紹介っていう形をさせていただきました。あんまり最近動画にしてなかったのもあって、気になるよーっていう方も伺っていたので、ちょっと動画にしてみました。あとこの子たちが今動画に出せそうな雰囲気だったので、あのそれも加味してっていう感じですね。ということで本日は以上となります。よろしければですね、Twitter の登録、Twitter じゃない、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。そしてね、Instagram、TikTok などもやってます。よかったらそちらもお願いします。そして過去にもね、800本ほど動画出しておりますので、よかったらそちらも見てください。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということでね、だいたいうちの子ばっかり映ると思うんですが、今日はなんかうちの子がなんか総出じゃないですけど、みんな出てきてるんで、ちょこっとだけ映して最後にします。はるくんと、はい、うららちゃん、はっちゃんは出てる、ギョロとはるは出てこない、そしてさっきの山椒たち、イモリたち、はい、って感じですね。と、今バスキングして楽しんでるシフィーさん、はい、という感じの、リント家からお送りいたしました。ということで以上、リントでした。バイバーイ、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。